お世話になります。ひとりでございます。今回は皆さんにちょっとした小ネタをご紹介したいと思います。その小ネタは何かと言いますと、今現在この画面で人が重なってると思うんですが、この重なりをね、利用したなんかちょっと面白い小ネタです。まず今の状態をどうやって作るかと言いますと、この Y ボタンを押して、それでインターネット状態にするっていうことですね。そうするとこうやって人が発生すると思うんですが、インターネットをつないだ状態では人と重なることができるんですね。普通の人だったら重ねられないですけどね。でまあこの状態でも結構おかしいんですが、それがもっとおかしくなる場所がありまして、それはどこかと言いますと、今目の前にあるエンジンシティの前ですね。そこに行ってみましょうか。そうするとなかなかやばいことが起きまして、これたまたま発見したんですけど、まあ多分皆さん知ってると思うんですけどね。まあここですね、ここでみんな人がね繰り出されていくんですが、そこでこういう風に重なってたりするとおかしな現象が起こるんですよね。今この状態でも半分半分になってておかしいんですが、ここで何回もねこっち戻ったりして、もう一回こっちに来てみますとこうなるんですよね。人が重なってるのでめちゃくちゃおかしい顎になってたり、あと回転してたり、色が回転して変化してたりするんですよね。これがちょっとした小ネタです。本当にもう多分皆さんも知ってると思うんですけど、言えばもうやばいですね。顔がやばい、顔がくり抜かれてる、顔がやばい、顔がくり抜かれてる、やばいっていう感じでなってます。他にも重なったことによって顎が飛び出してるように見えたり、マジでこれやばくないですか。これ初め見た時衝撃だったんですけど、私は本当に今もおかしな感じの一つ目のなんか妖怪みたいになってますね。一つ目の妖怪怖くないですかこれ。これなかなかいかついですよ。ですのでここにいればなかなか面白いね人の変化が見れるんじゃないかなと思います。今もやばい、首がない人間になってますね。これはまずいでしょ、怖いでしょ。普通になんでこういう仕様にしたんですかね。普通にインターネットで出てくる人も重ならないようにすればいいと思うんですけど、難しいんですかね。やばい、今もやばい、今もやばい、これ何なんだ、怖いね本当に。これ怖いっすね。3人が重なってますね。こうやって重なった場合はマジでやばい感じになってますね。これやばくないっすかマジで。だからその重なる人種によって面白さが変わるんですよね。これはめちゃくちゃ面白いですよね。なんでこういう仕様にしたのっていう感じなんですけど。ずっと見てられるわこれ。で場合によってはこういう風にあんま移り変わりが早くない場合もあるんですよね。その重なり方の具合によってその色の変化の仕方が変わるっていう感じですかね。やばいですよね本当。でちょっと動いてみると治るという、だからちょうど適切な位置に重ならないといけないということですね。いや怖い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 。これは怖いぞ。ずっと見てたら何か起こる言いますよねきっと。もしかしたらゲームフリークはインターネットの人は重なりますから、ネット上での友達は虚像だよということを暗示しているのかもしれませんね。